はいはいそれでは始めたいと思います災害の環境史、えー、5回目最終回ということになります、えー、担当する人文研の瀬戸口です、えー、ちょっとあの直前まで技術的なトラブルがいろいろありまして <laughs> えっとさっき準備が整ったばかりなので中もし問題がありましたらチャット機能などで コメントをしてください。えー、対応できると思います。<laughs> はい、<laughs> それでは始めたいと思います。はい、じゃあスライドをお願いします。はい、今日は5回目最終回ということで、えっ、ー、と全体を振り返ってですね。まあ、この授業でま何を目指していたのかと、えー、何を考えてきたのかということを、えー、ちょっと深めていきたいと思います。 はいではこれまで4回の授業をですね、まあ、ちょっと振り返ってみたいと思います。えーまあ、本当にまあ最初の2回は私たち今、えー、いるコロナ禍という災害を見てきましたし、えーまあ、その2回目にはあの記憶も新しい3.11という災害について振り返ってみました。 えー、でまあそれぞれのところで見えてきたのは、えー、私たちは科学技術によって、えー、モニタリングされた世界の中を生きているということです。で、まあ最初のコロナ禍とは何かという問題でお話したのは、まあ現在、えー、特に新しいのはですね、えー、まあげあのまあ感染者というものを可能な限りトレーシングしてで、えー、検出した上で 数理モデルに入れていくとで、まあ、その上で、えー、これからの感染拡大を予測するというそういったシミュレーションの中に私たちは投げ込まれたんだということが、まあ、現在のコロナ禍の非常に新しい特徴なんじゃないかというお話をしました。で、まあ、2回目もですね、えー、3.11を振り返るということで。えー まあ、津波地震災害と放射線災害について見ていったわけですけれども、まあ、そこでも同じようにモニタリングとシミュレーションのテクノロジーというものが作動していたということを、えー、振り返りました。で、まあ、3回目と4回目はちょっと、まあ、歴史を遡ってという形で、えー、見ていくというテーマでしたけれども、まあ、3回目は害虫の環境史ということで。えー まあ、害虫という存在がですね、まあ、やはりこれは人間が作り出した生物であって、まあ、病気と同じように、まあ、人工的な環境が作り出されることによって、まあ、増殖してきた生物であるということ。で、まあ、それに対して、まあ、近代世界というものは化学殺虫剤などを使って、まあ、徹底的に排除するとで、害虫と戦っていくという、まあ、そういった戦略を取ってきたわけですけれども、まあ、1960年代以降は まあ、沈黙の春などの告発の後ですね、えーまあ、むしろそういった害虫と一定程度は共存していくというそういった形で IPM というものが登場してきたんだと、まあ、それはやはりモニタリングして、えー、状況を観察しながら監視しながら、えー、災害と付き合っていくというそういったスタンスであって。 これは第1回第2回で見てきたような、まあ、モニタリングのテクノロジーと同じようなものがここでは作動しているんだということを見てきました。で、まあ、前回、えー、交通事故の環境史というテーマで、えー、これはあの人工的な環境が作り出す災害なんですけれども、えーまあ、現代においては、まあ、それほど、えー、顕在化していない災害です。 もちろん年間何千人も日本国内で死亡しているし世界で見たらもっと何万人も死亡しているわけですけれどもそれでもこれは日常世界に埋め込まれている災害であってそれは処理の仕方というものが過去50年間を通じてかなり蓄積されてきているので結果としてこれは日常生活の中で付き合っていくような災害になってしまっていると。 またかつて交通戦争と呼ばれるような時代というものが1960年代にありましたけれどもその時期を通じて私たちはこういった新しい人工的な環境に適応した生活様式を身につけているんだとそういったお話をしました。で、まあ、今回それをまとめる形で科学技術社会における災害というテーマでお話していきたいと思います。 で、えっ、ー、と、まあ、過去4回ぐらいですね。えっ、ー、と、まあ、いろんな事例を見てきました。えっ、ー、と、まあ、かなりまとまった話ができたんじゃないかなと思ってますけれども、まあ、けどこれあの、毎回ちょっと準備は大変で、直前まで一生懸命作り直しながらやっているんですけれども、まあ、そこから見えてきたのは、 まあコロナ禍の位置づけというのはかなり見えてきたんじゃないかと思います。えー、まあ先ほど言ったように、まあ関係、感染症に対してシミュレーションして、まあ、それを政策の中に投げ込んでやるというやり方は、えー、多分これはすごく新しいんだろうと。まあ、そういった形でロックダウンしていくというような形は新しい政策で、これはあの、えー、極めて実験的なことを私たち人類は今やっているんだということをお話ししました。まあ、ただ同時に、このようなことは必ずしも新しいことではなくて、 人が新しい環境を作り出して、人工的な環境を作り出して、えー、そこで災害が起こってくると。で、そこで作り変えられた環境を常に監視,監視しながら、モニタリングしながら、えーまあ、そこでの災害を予測しながら生きているという、そういった状況はこれまで何度も何度もいろんな事例であったので、えー、必ずしも現在のコロナ禍が新しい出来事ではないと。まあ、その他のいろんな領域、まあ、原子力であるとか、 殺虫剤であるとか害虫であるとかあるいは交通事故であるとか、まあ、そういったいろんな領域においてはすで、まあ、に人間がどん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 作り変えた環境の中を生きているのであって、えーまあ、そ,こその中で、えー、災害と付き合っているというのが、まあ、現代の私たちの社会というものです。まあ、そういった意味では、まあ、新しいけれども古いんだよというのが、まあ、コロナ禍という災害であると、まあ、そういったお話になるんだろうと思います。 はい。まあ、これでかなり見えてきたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、それをちょっと深めていきたいというのは今日のテーマということになります。えっ、ー、と、まあ、これ最初の授業ですね。1回目の講義の時に、えー、この授業ではこういうことを目指していきたいということをお話ししました。 で、まあ、だいぶ毎週毎週、えー、準備して、まあ、どうにか、えー、話がまとめ、収束するような形でまとめられてきて、きているので、えー、まあ、その最初の問いに戻ってですね、で、もうちょっと考えていきたいと思います。で、まあ、初回の授業で、まあ、この災害の環境史っていうのは、まあ、こういったことを目指してお話していきたいというふうに言いました。えー、まず、環境史というのは、まあ、人間と自然の関係について、 歴史的に考えていくような学問ですという、まあ、そういったお話をしました。でまあさらにあの私科学技術の歴史というものをこれまでやってきましたから、まあ、特にその人間と自然との関係について、まあ、科学技術はどういうふうに作り上げているのかというそういった問いを立てて考えていこうと。でまあそ,そこで見えてきた、えーまあ、自然の在り方その中での人間の在り方というものを踏まえた上で、まあ、災害という概念を 組み直ししててていいいきたたとううのはこのののこ授業の目標でしたで、まあ、そこから見えてくる見ええくくるるあろうものはです、ね、私たちが今生きているこの世界というものは何,だ何なのかということが、まあ、ちょっとでも別の視点からあるいは深まったような視点から考えることができたらいいなということでいろんなテーマでお話してきたわけです。で、まあ、今日はですねまずこの2つ目の災害という概念をちょっと整理していこうと。でまあ、その上で、えー 1>, 1つ目のテーマ科学技術が作る世界というものはどういったものかということを考えていきたいと思います。はい、えーとまあ、3つの、あのー、セクションでお話していきたいと思いますけれども、えー、まず災害のお話をして、まあ、その後に科学技術社会というものはどういったものなのかとその,中がその中で人間が生きるということはどういうことなのかということをお話しして、えーまあ、その上で最後に。 もう一度、えー、原点の問いに立ち戻ってですね災いとは何だろうかということを、えー、考えてまとめにしたいと思いますはい、まあ、それではまず災害概念、えー、最初のこの授業の初回にお話したクエスチョンに立ち戻って、えー、整理し直してみましょう、えーまあ、第1回の講義ではですね あの災害というものはこういうふうに辞典には書いてあるということで広辞苑の定義を引きました。まあこういうふうに書いてあると。まあ異常な自然現象や人為的原因によって人間の社会生活や人命に受けるような被害のことを災害というふうに言うんだというふうに広辞苑には書いてあります。で、まあ、これ2つの現象があの災害の中に入っていて、まあ、1つは自然現象もう1つは人為的原因というふうになっています。でまあこれはそれぞれまあ天災と人災に 日,日常用語では分けられるような、えーまあ、定義ということになります。まあ、天才としては、まあ、この授業で扱ったものとしては地震津波とか気象災害であるとかあるいは害虫も天才だと思います。であの病気はあまり災害に入れられることはないんですけれども、まあ、病気を災害の一つとして考えるならばこれは天才の一つであるというふうに言えると思います。でまあ、それに対して、まあ、人災としてて人とは まあ人工物によよって作り出されるような災害ですね、まあ、原発事故とか交通事故というものが人災になります、まあ、けれどもこの授業を通して考えてみると、まあ、そもそも天災人災という区別は何なんだろうかと、えー、むしろこの境界線はかなり曖昧になってくると思いますでまず天災の方から見ていきましょうで、えーまあ、この授業何度も見てきたように実は天災というのは まあ人間の営みの中から生まれ出してくるものです。えー、まあこれは人工的な空間、人間が作り出した空間というものが拡大して拡充することによって、まあ、そこからあ新たに、えーまあ、トラブルの種が生まれてくるというのが天才なわけですね。これは人間にとってのトラブルの種であって、そのトラブルの源であるウイルスであるとか、昆虫にとっては別になんか災害を引き起こそうという、まあ、そういった意図があるわけではなくて、他に彼らは そのの環境の中でで増殖しているだけです、えー、まあ病気の場合には都市のような人間が密集した空間が作り上げられることによって、えー、まあそこで蔓延していくと。でより重篤な病気というものがその中で生活し、あのー、進化しやすくなっていくわけですね。でまあ、農業の場合には、えー、まあ人間が 農作作物を密集して作あの作り出すこのような病気や害虫みたいなものは、まあ、これ人間が作り出した病あの災害なんだなと、まあ、そ,それはこの授業を通してはあの理解できたと思いますけれども、まあ、その一方で地震とか津波とか気象災害のような、まあ、地球の変化ですね、まあ、そこから引き起こされるような災害というものは何なんだろうかと。 でまあ、これはあの自然という外部からやってくるような災害と考えていいんじゃないだろうかというふうに思われるかもしれませんけれども実はこういった、えー、地球による災害もですね、まあ、やはり人間の側の要因というものは非常に大きな要素になっていますで、まあ、そういうことをあの指摘しているのが、まあ、寺田虎彦が書いた天才と国防という、えー、短いエッセイですこれは1934年に書かれたものですけれども えーまあ、寺田はですねこれ有名な物理学者ですで、まあ、あの文人物理学者としてよく知られていて、えーまあ、夏目漱石の弟子でもあってですね、まあ、いろんなエッセイを書いたということで、えー、非常に有名な人ですけれども、まあ、防災に関わるようなエッセイも非常にたくさん書いてるとでそ,そういったエッセイはですね大体1930年代とか、まあ、20年代30年代にあの集中して書かれていてこの時期はかなり防災ということが社会的な えー、まあ問題になっていった時期であるということが言えると思います。で、まあ、ともあれですね、まあ、寺田のエッセイに戻ると、まあ、このエッセイの中で、まあ、天才といいうううものは何なんだろうかということを問うわけですで、まあ、これは文明が生み出したものだというふうに寺田は言うわけですね。えー、文明人というのは災害をどん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 大きくするように努力しているというふうに言います。 で、文明が生まれる前のですね、例えば洞窟の中で人間が生活していたような状態だと、まあ、例えば地震が起こったとしても、えーまあ、洞窟が崩れるということがない限りですね、それほど問題にはならなかっただろうと。まあ、けれども、えー、現代文明はですね、さまざまな高層建築を立,て立ち上げています。で、えーまあ、それ以前からでも、それ以前からでも、えーまあ、建築物を作って、その中で人間は生活しているわけです。 でまあ、そういった重力に逆らって建物を作,る作ったことによって、まあ、災害というものが生まれているんだというふうに言います。であれは堤防というものがあります。でまあ、堤防はもちろんあの河川の洪水を防ぐためにありますけれども、まあ、これ堤防を高くすれば高くするほどもし堤防が決壊した時の被害というものは甚大になっていくわけです。 そのような建築物とか堤防とかそういったものをどん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 構築して都市を充実させれば充実させるほど災害というものはどん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 大きくなっていくんだというふうに寺田は言います。でまあそういった意味で天災というものは全てこれある意味人工的なものですね。人工物が充実することによって災害というものも作り出されるしどん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 大きくなっていくわけです。 で、まあ、現代の科学技術社会における天才にはもう一つの側面もあります。もう一つの側面で人間的な人工的な側面もあります。で、まあ、それがこの授業で、まあ、何遍も見てきたモニタリングというものです。まあ、寺田のこのエッセイを、続いて読んでみ、見ると。観測が重要だということが何度も何度も述べられています。で、まあ、このじ、このエッセイではですね、あの。 まあ天災を防ぐためにはまあどんどんあの観測網というものを充実させなければいけないということを言っていてえまあこういった気象観測を当時はあの陸上でしかやってないというふうに言うわけですね。で海の上で観測場を作るべきなんだということを言っていてまあこういったことは50年100年のあには多分常識的なことになるんだろうということを言っていますまあ予言しているわけですで。実際に現在では もう地球上のあらゆる地点で、モニタリングが行われています。まあ、海の上では、船から、あの、観測しているし、まあ、海の中も、もちろん観測しています。あの、寺田、いろんな、あの、物理学者として有名な人ですけれども、実は地球科学者としても有名で。いろんな業績が残していて、まあ、海洋の観測でも、いろんな、あの。 観測装置を開発したりですね、まあそういったやり方で海洋の観測は重要なんだということも言っています。で、まあさらに現在では人工衛星からあの地球上至るところが観測できますから、まあそういった意味でまあ現在の地球というものは全体がモニタリングという科学技術で包み込まれているわけです。まあそういった意味であらゆる天才はまあ科学技術に包み込まれていると組み込まれていると言ってもいいと思います。 でまあこのような科学技術はあの地球だけではなくてあの生物に対しても向けられています。で、あの生物の中で一番よく観測されているのが人です。えー、人は人口があのある程度はっきり分かっている唯一の生物ですね。えー、その他の生物はあの個体数を 予測するということ自体が非常に難しいので、概数でだいたいこれくらいということしかわからないわけです。あるいは全然わからないような生物もいっぱいいるわけです。まあ、それに対して人というのはかなりモニタリングが進んでいて、えー、ま1番よく観察されている生物ですね。でまあ、生物の場合にはそういうふうに観察が非常に難しいんですけれども、もまあ、唯一すごくモニタリングされているのは dna ですね。遺伝情報はあのー、これ標準化できるので、まあ、データベース化されて、えー これ計算機の中に入れられてあのコンピューターの中に入れられてでえどこからでもアクセスできるようなまあそういった状態になっていますでまあ今のコロナウイルスの場合にもまあ常にあの遺伝情報を取られていてですねどういうふうに系統が分かれているというのはすぐにあの分かるようになっていますでまあこういうふうに地球と生物はあらゆるところでモニタリングされて科学技術の網の中に組み込まれていると。 いいう状況になっているわけですで、まあ、そういった意味で、まあ、天才というものはもはや外部から突然やってくるものではなくて、えーまあ、あの科学技術の網の中を網でキャッチされながらですねで人工物に襲いかかってくると、まあ、そういったものが天才であるということが言えます。で一方人災の方を見てみましょう。 えーまあ、人災というのはこれ人工的な災害で、まあ、なんか人間の過失であるとか不注意であるとか、まあ、そういったものから生まれるものであると、まあ、そういったイメージがありますね、まあ、けれども人災にもあのもはやあ,のあまりにも巨大になりすぎて、えー、これ環境からの災害というそういった側面があるわけです、まあ、現在の人はですね、まあ、巨大な人工物の中に囲まれて生きています、まあ、一番現象的なものとしては まあ屋根があって壁があってという、まあそういった家みたいなものが、まあ原始的な人工物ですけれども、まあそれが集合して都市という巨大な人工物になっています。まあさらに都市の間は道路網とか鉄棒鉄道網で結ばれて、まあそこをひっきりなしに、えー、人間であるとか物資が移動しているというような状況になっています。で、まあ、さらにそこにはエネルギーが供給されている、電力網という形でエネルギーが供給され、えー、あるいは海底ケーブルとか電波を通じて、いろんな情報が 行き来していると、まあ、これはほとんど地球を包み込むような人工物というものがまあ現在では作り上げられているわけです。でまあその上をまあ先ほど言ったように人とか物とか情報がまあ常に高速度でえ行き来しているのがまあ現代社会ということになります。でまあこ,のこういうふうに作られた人工物は常に思ったように動いてくれないと。えー まあ先ほど通信のトラブルがちょっっとあったようにですね <laughs> まあ技術というの,あのこんなち,ちっちゃいものでも思ったように動かないと。でましてやあの巨大な技術になると、まあ、誰も考えていなかったようなですね予想しなかったようなことということがしばしば起こるわけです。でまあそれは巨大な災害となってしまうわけですね。でまあこれ最初に起こった時には非常に驚きを持って迎え,あの迎えられるし、えー、甚大な被害を 及ぼしてしてままいます、まあ、けれどもこれが繰り返しされることになると、えー、それに対する対処法というものが社会の中に蓄積していきます。何らかの事故が起こったときにどういうふうに避難するとか、まあ、どういうふうに賠償するとか、まあ、これ社会的な制度もこちらに引きずられて作り上げられていくわけですね。でもはや社会というのは技術をコントロールするのではなくて技術に引っ張られて社会の制度が作られていくわけです。まあ、そうなると えーまあ、なんか大きなトラブルが起こった時にあ、まあ、これ経験したことがあることだからということで、まあ、既存の制度がどん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 動員されてで、まあ、すぐにそれは埋め戻されていくわけです。まあ、となると、えーまあ、こういった災害は日常の中で日常茶飯事のものとして組み込まれていくことになります。でまあ、巨大な原発事故も数十年おきに しか起ここらないことで、まあ、20世紀後半以降そんなに頻繁には起こっていませんけれども、まあ、長い年月が続けば何度も何度も繰り返されてこれ日常化してしまうというそういった世界になってしまうわけですね。で、まあ、こうしてみると、まあ、災害というのは、まあ、これあの外部の自然から突,突然来襲するものではないと。 かか思っってもいいななたここととが起こるわけではないと、まあ、むしろこれは環境が作る災害ですしかもそういったさ環境は人が、えーまあ、みんな集合的に作り上げている人というあの種がですね、えー、人工的な空間というものを作り上げて、まあ、そこから生まれ出てくる災害というものが現在の科学技術社会における災害ということになりますで、まあ、これあの100年前における災害とはかなり違っていますねで、まあ、100年前もこれは科学技術というのはあるので えーまあ、観測は始まっているんですけれども、えーまあ、けれども予測はまだまだできないというのが20世紀初頭の災害でした。まあ、そういった意味で、えー、100年前のスペイン風邪と現代のコロナウイルスとの間のかなりの距離ができているというのが、えー、100年前の災害と今の科技社会がかなり緻密になった状態での災害の違いだということが言えます。まあ、さて まあそういった世界の中を生きるということはどういったことなんだろうかとで、まあ、その中で人間というのはどういった存在なんだろうかとで、まあ、これがあの多分人文学にとって非常に重要な問いになってくるんだろうと思います。では川岸社会とはどういったものなのかと,、えーとまあ、この授業では何度も何度もあの川岸社会ということを言っていて、えーまあ、これあの講義のタイトルにもなっていますけれども これは私の用語です、えー、科学技術社会というのはそれまでも、まあ、科学技術が発達した社会みたいな感じで日常用語としても使われていますけれども私はこれはあのもうちょっとあの限定して、えー、私が考えているこういった世界のことを科学技術社会と呼びたいというふうに考えています。でまあそれはあの3つの科学技術が複合して私たちが生きる環境を作り上げているような世界です。 でえーまあ、そこで登場するカー技術は3つあると、えーまあ、第1と第2はこれ,あのこれまでも何度も言ってきたんですけれどもまず第1はですね、まあ、自然に介入ししててそこかから何か生産していくような技術です、まあ、例えば、えーまあ、ウランを掘りで起こして、まあ、それをもとに核燃料を作ってエネルギーを作っていくあるいは石油とか石炭を掘り起こして、まあ、そこから燃料化石燃料として、えー、エネルギー源として使っていくと。 まあ自動車を走らせたり発電所を回したりとか、まあ、そういった形でエネルギー源として使っていくで、まあ、そ,ういってそういったあの例えば化石燃料ですね石油とか石炭からまあいろんなものを作っていくというようなですねな何かの新しいものを作っていくようなカー技術というものが一つありますでカー技術というと大体この一つ目のイメージがあるんだろうと思います、えー、身の回りにある製,あの製品 工業製品とかですね、えー、テクノロジーというものを考えてみるとまあ、な,なんかあの人間が新しく作り出したものなので、えー、まあ,あの例えばイノベーションとかですね、えーまあ、そういったものを考えるとそういったあの経済で重視されるようなカー技術を考えると、まあ、この1つ目の、えー、テクノロジーというものが私たちの中にすごくイメージとしてあると思いますしかしカー技術ってそれだけじゃないよとで全体を見ないとカー技術の全体像って見えてこないよと ま、それがまあ私が解くんですね。3.11以降に考えるようになったことです。で、まあ、それが2つ目ですね。2つ目は監視するテクノロジーですね。で、まあ、これは常に自然を監視したり、あるいは人間自身を監視したりすることによって、えー、安定性を作っていくと、世界の安定性というものを作っていくというそういった作用を持っているテクノロジーです。で、自然に介入するテクノロジーというのは常に。 乱があります常に新しいものを作り出していくので、まあ、そこで、まあ、大きな災害が起こることがあるわけですね。新しい化学物質を作って、まあ、それが生物とか人間に悪影響を与えるとかですねあるいは巨大な事故が起こるというような、まあ、そういった何らかのがが起こるこるとがありますで、まあ、それが起こる前にですね監視するあるいは起こったあとにも監視し続けて、えー、それがどういった状況にあるのかということを常に把握していくと。 まあそれがモニタリングのテクノロジーというものです。でまあこれは非常に重要なテクノロジーで、まあ、これがあることによって実は私たちの社会というものは支えられているわけですね維持されているわけです。でまあこういった両面が支え合って私たちの社会というのは回っているよと、まあ、そういったことはこの授業で何度も話してきました。でまあさらに3つ目も重要だと。 いうこととで今回ちょっと付け加えましたで、まあ、これはあの以前からも考えてはいたんですけれども、えーまあ、この3つ目を入れないと、まあ、ちょっと科学技術社会の全体像というのが見えてこないので、えー、これを組み込んだんですけれども、まあ、これは自然から離脱して人工的な空間というものを作り上げていくというそういった機能です。でえー、と、まあ、もうちょっとあのこれ分かりやすくすると。えー まあ例えばですね、まああのまあ、屋根を作るとかそういったことですね、えー、と雨が降ると、えー、しんどいので、まあ、屋根を作ってそれを避けるとで風,風から、えー、避けるために、えー、壁を作ると、まあ、それが一番現象的な自然からの離脱であって、えーまあ、そこからさらに空調を作ってですね、えー、部屋の中の 空気を良くしていくく、えー、くしししてていいととかかすでね、まあ、そういった形でどん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 人工空間が私たちの社会の中では作り,られ作り上げられていっていますで、まあ、その中を私たちは生きているわけですね。で、まあ、このようにして作り上げられている現代の会議社会を私,私はあの前回の講義でこれ「単行化」というキーワードで、えー、特徴づけられるというふうに言いました。 でまあ、これ地下世界と地地上が逆転したような世世界界ですで、まあ、地下世界つまりこれあの炭鉱であるとか鉱山のような、えー、地下に掘り進んで、まあ、そこから何か金属であるとか化石燃料を掘り起こしていくような世界というものが現代の科学技術社会ですね。で、まあ、私たちの身の回りにあるものを見るとこれ地下由来のものというのはすごくたくさんあると、まあ、ほ,ほとんどが地下由来のものだというふうに気づきます。まあ、金属は鉱山から 地下から来ているものだし、まあ、例えばプラスチックみたいなものもですねあの化石燃料から作られていますから石油から作られていますから、まあ、これ地下から来たものですで、まあこ。あるいはコンクリートとかもそうですね建物自体もあの地下から掘り起こされて、まあ、地上にニョキニョキ逆転して生えているというのが、まあ、現代の世界なわけです。でまあ、このようにして まあ、かつて地下にあったような空間というものをひっくり返して地上に作り上げ,ら作り上げているというのは、まあ、現代の科学技,技術社会なわけですね。で、まあ、この炭鉱化というのはちょっとあの面白いことを考えたなというふうに自分では思っていたんですけれどもこれ似たようなことをかつて言った人がいました、えー、探してみるとですねあのルイス・マンフォードという技術史家、えー、あるいは技術批評の論者です。 でま、これは彼は20世紀を代表する、えー、文明論者ですけれども、ま、1934年に「技術と文明」という、ま、代表的な著作を書いています。で、ま、彼はですね、ま、現在の、えー、科学技術文明というのはかつての鉱山のようなものになっているんだというふうに言うわけですね。で、ま、鉱山というのは、ま、これ一つの都市なわけですね実は。 えー、単に地球の地下に掘り進んでそこから有益なものを掘り起こしているのではなくて地下にに人工的なな環境を作り出していいいるのが鉱山なんだとううふうにマンホードは言いますで、まあ、そのような鉱山のシステムというものは作り上げられたのは、まあ、16世紀以降のことだというふうに言うわけですけれども、まあ、アグリコラというです、ねまあ、ドイツの技術,技術者ですね、まあ、彼が「デレメタリカ」という本を16世紀に書いています。 でまあ、これはあの西洋では代表的な古典的な鉱山書であるというふうに鉱山技術書であるというふうに言われていますけれども、まあ、この本の中を見ると挿絵、まあ、がいっぱいあるんですけれども、まあ、すでにあの地下世界ととといいいううものが作りり上げられているということがわかります、まあ、巨大な装置というものは地下に作り上げられてポンプでどんどん水を汲み上げるとかですね、まあ、空気をどんどん換気していくとかですね。 あるいは明かりを地下世界に持ち込んでいって24時間作業ができるようにするとここは地下世界というのは昼と夜の区別というのはないので太陽の光は入り込んでこないので人工的な明かりの下で働かなければいけない空間だというふうにマンホールドは言うわけですねでここは人工的な環境だというふうにマンホールドは言うとでこれが現代社会のモデルだというふうに言うわけです でまあ、このように現代社会というのは自然が作り出した時間とか自然の空間から離脱して人工の時間人工の空間を作り出しているとでこれは空間だけではないと時間もそうなんですね、えー、まあ電気があるしあるいはメールは夜中でも来るしで、まあ、そういった形で私たちは24時間、えー、そういった技術のネットワークの中で生きざるをえないような、まあ、そういった世界の中を生きているわけですとなると 人間って何なんだろうということになってきます。でも、まあ、これは多分一番重要な問いになってくるので。まあ、これは、あの。まあ、今日の朝まで、私いろいろ考えながら、まま、まとめたものですけれども。えっ、ー、と、まあ、これ、皆さんもいろいろな、えっ、ー、と、考えというものを出していただきたいと思います。まあ、他にいろんな事例とかも考えられると思うので。まあ、いろいろ意見を出していただければと思いますけれども、まず。 まあ、社会においては外部世界といいうものは消え去ってしまいます、えー、かつては自然というものは外部であって、まあ、そこに出かけていって探検して何か新しい生物を発見するとか新しい世界を観察するというものはすごく冒険だったわけですね。で、まあ、そこで何か新しいものと出会って、えー、新しい製品を生産していくという、まあ、そういった外部の自然というのは、まあ、探検して出会って、まあ、そこで まあ介入のテクノロジーというものを作動していく、まあそういった場所だったわけです。まあ同時にそういった時代においては、まあ戦う敵というものも外部からやってきます。で病気と戦わなきゃいけないと、まあだから抗生物質をえ開発するとかですね。まあ害虫という外から来た敵と戦わなきゃいけないからえ殺虫剤を開発するとか、まあそういった形でえ外から来た敵と戦うということがすごくあのこれ人類社会にとっての 課題だっったた時期というものは非常に長くあったわけですけれども現在ではもはやそうではないわけですね、えー、あらゆる自然空間は監視されていますそういった意味で人、まあ、人間化されている人工化さされれてていいるるわけですで、まあ、そこで常にモニタリングされて、まあ、そういったデータを利用しながら、えーまあ、そういったあのその中の自然と付き合っていくというのが現代の私たちなわけです。 まあそういった意味で戦うべき敵というものはもう外部にはいないと。で今コロナに対して戦うとかですね、えー、それをあの、まあ、いろんな政治家とかそういったことを言ってますけれども、まあ、何か違うような気がするわけですね。まあ、敵といいいうののはははもはや外部にはいないので えーまあ、一生懸命外部に作ろうとしていますけれども、まあ、外の国から来たものだとか、えーまあうん、こ,うこういう人たちが広げているんだとか、まあ、そういった形で敵を作ろうとしているけれども、まあ、これは現実的に内部世界の中からどん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 あの湧いてくるような、まあ、そういった存在が、まあ、現在の災害なわけですで、まあ、そういった革新社会の中で私たちは生きなければいけないと。 でまあ、それはあの災害と隣り合わせのせ世界です、えーまあ、常にどこからそういったものが新しく出てきてですね新しいリスクというものと向き合わなければいけないのかという、まあ、そういった不安と隣り合わせで生きていかなければいけない世界と。で、まあ、そこは常に監視というものが至る所に配置されています。それは環境に対しても配,あの配置されているし私たちは喜んで自分自身も監視します。 自分の健康状態であるとか自分の体温であるとかあるいはあの、まあ、健康診断のいろんな値を気にしたりとかですね、えーまあ、そういった形で常に監視しながら私たちは生きているとで災害というのはあの必ずしもそういった巨大なものではなくて、えーまあ、小さなリスクとかも、えー、この中に入ってくるので、まあ、ちょっと体の調子が悪いとかですね、まあ、そういったことも、えー、常に監視しながら、まあ、モニタリングしながら。 私たちは生きているわけです、まあ。その中で生きる人間というのはどういった存在になっているのかと。でなっていますで、えーまあ、なるべく人工的な環境というものを作り上げて、まあ、そういったカプセルの中を生きているような状態に私たちはなっています。であの、まあ、先ほど言ったマンフォードはですねあの現在の 人間というものは宇宙服の中で生きているようなものなのだと、まあ、そういったイメージで、まあ、現代人ののり方とといいうものを、まあ、特徴付けようとしていますで私たち今,今こういった空調の効いた部屋の中で、えー、生きていてで、まあ、あまああの今,今の状態でいうと、まあ、例えばマスクとかもそうですねマスクというのは一人一人をカプセルの中に閉じ込めるような、まあ、そういった まあ現象的な技術ですね、まあ、そういった形で一人一人がカプセルの中で孤立して生き,生きようとしているというのがまあ現代社会における人間ですで、まあ、これはあの必ずしも完全なものではないので、まあ、しばしばこれは破壊されてしまいます。まあ、自然から 思ってももないようう、えー、破壊というものがあったりですねあるいは人間が思っても見ないことを地で化したりあるいはあの人間が、まあ、そういった過失によってカプセルを壊してしまうというようなことがあります。まあ、そういったことが起こると、まあ、これなぜか人間はですねあの必死にこれを埋め戻そうとすするわけです何かかく乱が起こると日常をすぐにでも取り戻そうとすると。 まあ電車が止まると電車を走らせようとすると、まあ、これあのどううにかしてやろうとすするわけですねこれはあの一定地域をあるいは一定の時間日常を区切ったりあるいは一定の期間ですねあの緊急事態宣言を出したりですね、まあ、そういった形で一時的にあの日常を止め,ても止めてでもその後に日常を回復しようと、まあ、そういった作用を私たちの社会は持っていて。 えーまあ、これはどういうわけかよくわからないけどとにかく回そうとするわけです。で一旦日常が回復されてしまうとこれ最悪のことは忘れれ去られていきますもうあれだけ大変だったことあれだけ大変だった3.11、えーまあ、そういったこともあの大半の人は忘れ去ってしまうわけですね。で、まあ、これはあの次の最悪と向き合わなければいけないからですね。まあ、コロナととというここが登場したことによって 前の最悪どどんどん,どん,どん忘れれ去られてしまうと、まあ、そういった作用を私たちの科学社会は持っています。はいえー、とまあこれが科学社会における人間なんじゃないかと、まあ、そういったことを考えていきたいと思っています。 まあこういった世界における自由とは何なんだろうみたいなそういった質問も前回ありましたけれどもこれはあの本当に重要な問いでえまあ前回は質疑応答の時にはちょっとこれは倫理学に投げちゃって <laughs> あのまあ児玉さんに聞いてみればいいんじゃないかみたいなことも言いましたけどまあこれはすごく重要な問いですね。そもそも自由とは何かとか人間にとってえこういう科学技術を使いながら生きるというのはどういうことなのかと。 まあそういったことを考えていくというのが私たちにとって非常に向き合わなければいけない問いになってくるのではないかと思います。はい大体、えー、ここまでがこの授業全体5回のまとめなんですけれども、まあ、最後にもう一度ですねあの <laughs> 全体の。 目元をを <laughs> 掘り起ここすような <laughs>、まあ、そうなそいったことを考え直しして結びととたいと思い思まば、まあ、そもそも災いとは何なんだろうかと、まあ、災害とは何なんだろうかということはかなり、えー、4回の,あのいろんな事例、まあ、そ,そして今日の授業を通して、まあ、かなり見えてきたんじゃないかと思います。でさらにさかって災いとは何なんだろうかと災いという言葉にはですね2つの漢字があります。 でえー、と現在コロナ禍というふうで右側の漢字が使われているわけですけれども、えー、とこれ2つの災いいかなりニュアンスが違いますこれはあの漢字の辞典を調べるとですね、えー、まあ両方とも不幸であるとか災いであるというふうに書いているわけですけれども、まあ、そ,のその語源的なもの字の起源漢字の起源のところに遡ってみると、えー、まあかなりニュアンスが違うということがわかります。 まずは左側の差の方から見てみましょう。で、まあ、これはあの川の流れをせき止めるようなイメージであるというふうに書いてあります。で、まあ、上がなんか流れなんですね。で、なんかここら辺でせき止められていて、まあ、そこからまあ洪水が起こるとか、災いが起こるとか、まあ、そういったようなイメージですね。で、まあ、下に火があるので、まあ、そういった火災であるとか、そういった、ね、まあ大変なことになるような状況。まあ、それが差としての災いであるということが、えー、時点を見ると書いてあります。 でえーとま、言葉として使う言葉としてはこういった「歳」であるとか「災益災難」とか「天災人災」とか「まあ、戦争」とかもねそこうような災害の中に入ってきます。で、まあ、それに対してこの「か」の方ですね、まあ、これは実はあんまりそんなには使わない言葉なんじゃないかなと思います。で特に病気に対して今回使われているわけですけれどもえっ、ー、と まあ病気に対しても個別の病気に対してはそれほどこれまで使われることがなかった感じなんじゃないかと思います。で、まあ、字の起源について見てみると、まあ、こういうふうに書いてあります。まあ、左側が、まあ、これ神ですねで右側はこれ落とし穴みたいな意味で、えーまあ、神が不幸を与えることであるとか,、まあなん,かえー、なんかそういう呪術的な意味合いがこの「家としての災いの中には含まれています。 熟語としてはですね「過婚」であるとか「参加」「カヒッカかとか、まあ、そういったなんかあの、まあ、ゼッカとか「ッカの場合にはなんか個人的にやっちゃやし,してかしちゃったことですね、まあ、けど本人は全然思ってもいなかったような,な,なんかそういったトラブルみたいな、まあ、そういったイメージで「過」としての災いというものがあります。で、まあ、現在コロ,コロナ禍というふうに言って、まあ、右側の 漢字が使われているわけですけれども、まあ、この授業を通して考え直してみると、まあ、コロナ禍っていうのはむしろ左側のこれだなというふうに思われるんじゃないかと思います。えーとまあ、流れれによってて引き起こされている、えー、災害です、ねまあ、人間が流人間の流れというものはすごく高速度になっていって地球規模になったことによって、まあ、こういった災害というものが引き起こされていると。でさらにそれを止めるためには流れを止めるしかないと。えー 国境を閉鎖すするとかですねあれ自粛して家の中に引きこもるとか、まあ、そういった形で、まあ、これ二重の意味でコロナというのは左の方の災としての災いだなというふうに、えー、思われるだろうと思います。で、えー、と毎日毎日ニュースで出てくる、あのー、言葉もですねこの左側の災としての災い災としてのコロナという、まあ、そういったイメージで語られてきて、まあ、何人の、えー か感染者が出たとかです、ね、これあのあるいはもう一度流れを取り戻すためにはどうす,るどうすればいいのかで GoTo トラベルと感染者の拡大というのをどういうふうに調整していけばいいのか、まあ、そういった流れの話が毎日毎日なさ,なされているわけですね、まあ、けれども重要なのは右の方ではないかと個々人が受ける不幸一人一人がどのような不幸と向き合っているのか、まあ、こちらの方が重要な問いなのではないかというふうに思います。 まあ考えてみると、まあ、現在あのこういった流れをめぐる大混乱というものが起こされているわけですけれども、まあ、その中で一人一人にとっての災いとは何かという問いは見落とされてしまいがちであると一人一人がどういう、えー、災いと向き合っているのかということは、まあ、なかなか、えーまあ、見えてこないというのが、まあ、現在の まあ、特,特にニュースを巡るような状況なのではないかと思います。まあ、それれちょっと忘なならないのではないいいかとううふうに思っているわけですねで、まあ、こういったコロナ禍の中でもう私があの一度立ち止まってしまったようなニュースというのが一つあって、まあ、これはあのニューヨーク市の、えー、郊外にある墓地、まあ、ハート島という島があります。で、まあ、そこでどん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 コロナ患者が埋められていっていると埋葬されていっているというそういうニュースです。 でまあ、ハート島というのはあのニューヨークのです、ね、北の方にあって全然マンハッタン島から見えないような位置にあるんですね都心部から全然見えないで自由の女神とかああいう湾の,の入り口にあるようなものとは違って湾の中にあってですね、まあ、ニューヨークに住んでいる人もほとんど知らないような、まあ、そういった島があるというニュースでした。でまあ、そこでは150年前から見寄りがなないような まあ、無仏が埋葬されていて、まあ、今すごくそ,そこで埋葬されている人が増えているということでしたで、まあ、4月の上旬は、まあ、これすごいあの、まあ、ニューヨークは大変な状況だったので、まあ、毎日毎日、まあ、大量の、えー、たくさんの人がそこで埋葬されていて、えー、なかなか埋葬が追いつかないような状況だったというそういったニュースが 出ていました、まあ、これ検索すればすぐに風景も出てくるので後で見て頂ければと思います、まあ、ただあの私があのここで立ち止まったのはですね何か考えちゃったのはですねあの増えているということ自体よりもあの普段からこう毎年1,000人埋められているということなんですね毎週毎週 20, 20名ぐらい埋められていて、まあ、年間1,000名程度がここで埋葬されていると。 で、まあ、それ、そういった人々はですね、あの、対岸にある大都会、ニューヨーク、まあ、そういった人工的な環境の中で生きて、で、で、何らかの理由で死亡して、まあ、そういった島の中で埋葬されて、地練に帰っていくと。まあ、そういったことがずっと起こっているわけですね。 でまあ、これはちょっと言葉にできないことであって、まあ、これ言葉にしていくのは人文学なんですけれども、まあ、こ,れこれ何なんだろうということをまあ考えました。まあ、そもそも死そのものが災いなんだろうかとそもそも災いとは何なんだろうかと、まあ、そういった問いを突きつけている風景なんじゃないかというふうに思います。でまあぜひまあこれ後で見ていただきたいんですけれども、まあこ,うまあ、こういった風景を忘れて「災、えー」としての災い だけににに注目してしてまうとこれはあの本当に巨大なな機械になっていきます災いとしての災を処理してで次の段階に進んでいくどん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 回していくためにはどうしていけばいいのかと、まあ、そういった災を処理する巨大機械としての科技術文明というものが生まれてしまうわけですね。で、まあ、この科としての災いというものを考えながら 災害について考えていくためにはどうしたらいいんだろうかと、まあ、そういったことを考えながら、まあ、この授業の準備を毎回進めてきましたはい以上で最終回の授業になりますけれども、えーまあ、ぜひこの「ハートアイランドプロジェクト」というですね、えーまあ、ハート島の風景が出てくるウェブサイトを後で見ていただければと思いますはいじゃあ以上ではい今日の授業は終わります えっとで質疑応答に移っていきたいと思います。 まずあの、まあ、今回の感染症はどのような位置づけでいい,い,いのでしょうかと自然災害なんでしょうか人災なんでしょうか環境災害なんでしょうかと、えーまあ、どれにも属して重なっているようにも思いますというそういった質問ですね。うん そうですね。あ,あのまあ、現在の災害はあのどれか一つにカテゴライズできるようなものではないので。えー、まあ、特に感染症自体が。あの、気象災害などとは違ってまあ、人間がもたらす災害なので、えー、まあ、自然災害とはちょっとずれるところにがあります。ただ、あのこれ災害の一つとして位置づけることで、まあ、現在の災害もこれ人間の。 引き起こしているものなんだということは見えてくるということで、これリンクさせるとかなり、あのまあ、現代世界が見えてくるというかですね。まあ、そういった意味でまあ、今回感染症災害と関連付けて、えー、議論しました。まあ、環境災みたいなそういった言葉がな,な,ないんですけど、まあそういった言葉で考えていくといいのではないかと思います。 人間が作る文明は自然に抗うものであるという解釈は西洋的な自然観なのではないかというそういったコメントもありますね。 うん、そうですねそうではない文明があるんだろうかということですね。まあ、現現代代世界現代においては もちろんこれは西洋起源であることとは間違いないと思いな思ますで、まあ、それに対するオルターナティブとして、まあ、東洋的な自然観があるんじゃないかとか、えー、と別のものがあるんじゃないかと、まあ、そういったことはずっと言われ続けているわけですけれどもうん。うん まあそうういった文明が可能なんだろ実質、ねまあ、的にこれ地球上全体を今覆い尽くしているということです科学技術文明科学技術社会というものが覆い尽くしていてえ実はあの東洋的なものとかですね自然との調和みたいなものも導入されてはいるんですけれども、まあ、それは実は科学技術社会を補完するような形で、えー、導入されていて、まあ、例えば日本の場合には里山みたいな えー、そういった言葉がすごくあの定着していて、まあ、里山を農村に作りましょうみたいなことがのこれ農業政策としても進められているわけですけれども、まあ、同時にそ,れそこではですねあの自然を常にモニタリングして、まあ、例えばあのトキを再導入して、まあ、豊かな里山を作りましょうみたいなことが行われていますあるいはコウノトリを導入して豊かな里山を作りましょうみたいなことが行われているわけですけれども、まあ、同時にそういった 時とかコウノトリに対して GPS をつくつけて監視するとかですね。まあそういった形でモニタリング常に行われているわけですね。まあですからカーギジ社会に重ね合わせるようにそういった里山とか伝統とかそういったものはあのこれ上塗りされるような形で行われていて骨組みはやはりあのカーギジ社会になっているとまあそういうふうに私は思います。はい。 えとまあ,あの農家の人がいてですね、まあ、外と屋内の境は曖昧みたいなそういった感覚がありますというそういった、えー、コメントもありますね、うん、確かに田舎の家に行って沿岸に出ると、うん、これあの外にいるのか中にいるのかよくわからないような感じになりますけれども、えーとまあ、やはりあの 私の今日の話は割とこの空調の効いた部屋みたいなですね、まあ、そういったイメージで <laughs> 語っているので、まあ、よやっぱあの縁側のある家とかに住むとちょっと世界の見方も変わってくるかもしれません、うんううん。 えーと離脱という言葉にちょっと違和感がありますねということコメントもありましたね。と連続的ななのではないかというそういうコメントです、うん。これ離脱というとちょっとあのこれ人間の側から見たような言葉になりますけどこれ「教会」という言葉も私は使ったことがあって。 えまあ何らかの境界を作ってえまあなんか人間の空間というものを確保していくようなまあそういったテクノロジーというものがあるとでまあこれもちろん介入のテクノロジーがあって初めて成り立つものなんですね壁をあのコンクリートで作るとかえまあそういった形であるいは堤防を巨大なものを作るとかですねまあこれあのダムみたいな巨大な科技術はあのもちろん境界のテクノロジーであって えと人工的なものなんですけれども、まあ、同時にこれは自然をコントロールしていくような、まあ、介入のテクノロジーでもあるわけです。うんはいはい、えーとまあ、重要なコメントもいくつか資本主義の話が出てきていてえっ、ー、と。 まあ資本とかですね貨幣の話はこの授業では全くしていないわけですけれども資本主義もこれ人工空間といえるというふうに感じますというコメントですね。で科技社会と資本主義の関係というのはどうなるんだろうかとでこれは別の分野の研究対象になる,のでな,るでなるのでしょうかという質問ですけれどもうーんいやまあこれあの全然あの分ける必要はないので私も考えていきたいことなんですけれどもえっ、ー、と うん、そうですね私の議論の中からあまりその資本主義とのつながりというものはちょっとちゃんと組み込まれていなくて、まあ、これはあの重要なもことだと思います。で資本主義自体もこれはあの革新社会をうまく回していくと,ということと密接につながっているので、まあ、貨幣も地下世界から掘り起こされて作られているわけだしえー まあ、今、あの、まあ、そういった意味での貨幣だけではなくて、まあ、情報としての貨幣もあると。まあ、そういった意味で、テクノロジーと資本主義というものは。あの、お互いに、お互いをさ支え合っているようなシステムであると思います。で、まあ、そのメカニズムについては、もうちょっと考えさせてください。 えっとちょっとできるだけ答えていきましょううーん うん、えー、っとですねなんかうまいうまいことを答えられる質問をとかちょっと発見的な質問というものをちょっとピックアップしてお答えしていきたいと思いますけどえー、っと内と外みたいな話をこのえー、っと 私の授業では知っているわけですけど、まあ出口さんの、まあ自分と他者みたいなものに通じるのではないかというふうに感じたというコメントがありますね。うん。そうですね。はい。なんか、あの、まあ事故という概念も、これ環境と密接なつながりがある概念だと思うので。 うん、これはちょっと今,今うまく整理して答えることはできませんけれどもこれはあの特にですねあの技術を使うときに事故って何なんだろうということはすごく重要でこれ私は道具を使っているのかパソコンを使っているのかもしくはパワーポイントに使われているのかってどっちかよく分からなくなることがありますよね。えーまあ、そういった意味で事故の自由というのは何なんだろうかとか主体性とは何なんだろうかとか。 いう,のかいうのはこれ技術にとってはすごく重要な科学技術をめぐる議論ではすごく重要なものでこれは哲学の議論とつながってくるんだろうと思います。 カ、うんえーギ、まあ、社会にあのちょっと答え質問に答えていきたいと思いますが「カーギ社会に生きる上で異の流れから抜け出すことは可能なのでしょうか自然からの離脱はある意味で自然の管理と人工化というふうに理,理解しました、まあ、その不完全さはいつまでも付きまとうものであるという気がします」と。そうですね はい、まあ、これはあの抜け出すことはできませんでむしろどん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 増えていくだろうと思いますで安定性を高めようとすればするほどもしかしたら不安定になるかもしれません、えーまあ、というのはあのー、これモニタリングの網目というのはそれほど緻密なものではないわけですねあ大雑把なものであってある程度は補足できるようになってきていますもちろんこの100年間です まあけれどもその網目の隙間からまあどん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 はみ出てくるものだと思うのでまあ自然がそこからピュッと飛び出してくるというようなこともあるしまあ一番不確実なのは人間で人間っていうのは何するかよくわからない生き物なのでまあ今回のコロナでもまあコロナパーティーみたいなものがそれだと思ってるんですけどまあ意図的に感染してあの広めちゃうような人たちが出てくると。これはもうほとんどあの想定の外にあるような 振るる舞いいとうのししばば人間はすすわけでねそういった意味で常にどん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 網目は覆っていくわけですけどその隙間からはみ出てくるものがどん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 あるのでそれをいたちごっこで埋め戻していくというようなことをやっているのが現代の私たちの社会であるというふうに思います。 はいうんはい、いい質問もいっぱいあるんですけどちょっと時間過ぎてるので最後にちょっとコメントが入っていますが、まあ、人間は自ら進んでモニタリングされているような状況に今あると。 でその上で宇宙服のようなものの宇宙服の中でですね、まあ、個別に生きようとしていると。まあ、となるとソーシャルディスタンスという意味も別の意味を帯びるようになっちゃうんじゃないかというそういったコメントがあります。そうでですすねね、まあ、ディススタンスの意味です、ね えー、一人一人がカプセル化した中で生きていって、まあ、自分自身を監視,監視してで他の人のこう振る舞いを責めたりですね、えー、そういった意味で、えー、とこれ人間社会のこれソーシャルとディスタンスという言葉がなんかあの変なんですよね。ソーシャルっていうのは あの人のの集合のことを言いますね人と人のつながりでできてくるような社会的なものがソーシャルなんだけどディスタンスを取れば取るほど人というのは個別化していって個人化していってカプセルの中に入っていくような、まあ、そういったイメージがあるのでソーシャルディスタンスがこれからどういうふうな役割を持ってどういう意味合いになっていくのかというところも重要なのではないかと思います。はいじゃあちょっと過ぎましたので これで終わりにしたいと思いますえ。えっと本当にあの毎回ですね。あのコメントいただきありがとうございます。えー、ま、コメントはちょっとあの。スタッフのま大西さんにちょっとあの拾っていただいて、まあ、こちらの方であの転送してもらってチェックしていってるんでのでまあ、全てを毎回。 見れてるわけではないのですけどま事、あ、後的には全て見てます YouTube 自分のものを見直して、えー、まあ、い,いろんなコメントがあってすごく感謝していますでいろいろ考えさせられることもありましたし、えー、また私自身の発想を刺激してもらえるようなところもあったので、えー、本当にこの授業やって良かったなと思います えーまあ、唯一あの皆さんの顔が見れなかったのは残念ですけれども、えっとまあ、最初始まる時はこれどうなるんだろうかと思ったんですが、えっとまあ、YouTube でコメントをもらいながら、えー、総,合総合作用的にやっていくという形で、えー、大変私にとっては考えをまとめる上でも広げていく上でも有意義な授業でした。えー、これ感謝したいいと思います で、まあいつかどこかで皆さんの顔を見れるような日があったら嬉しいなと思います。はい、じゃあどうもありがとうございます。